ベーター・レーゼルはドイツのピアニストであるドレスデン生まれ1945年にドレスデンに生まれた記事のドレスデン音楽大学で学んだ後モスクワに留学しモスクワ音楽院でドミトリー・バシキーローフとレフ・オボーリンに支持した1966年のチャイコフスキー国際コンクールに出場し6位に入賞したほか1968年には モントリオール国際ピアノコンクールで2位に入賞した。現在はドレスデンに在住し、母校のドレスデン音楽大学で2012年まで教授を務めた。これまでに5つのすべての大陸の40を超える国々で演奏を行っている。共演した著名な指揮者は、ルドルフ・ケンペ、クルト・ザンデルリング、キリル・コンドラシン、クラウステンシテット、ヘルベルト・ブロムシテット、 来るとまずは、ホルスト・シュタイン、ベルナルト・ハイ・ティンク、ギュンター・ヘルビヒ、ウラジー・ミル・フェド・セエフ、シャルル・デュトはユーリテ・ミルカーノフ、マレク・ヤノフスキ、ドミトリー・キタエンコ、ハンス・ホンク、ハルト・ムート・ヘンヒエン、クラウス・ペーター・フロール、ダニエル・ハーディング、若杉・スギ・ヒロシ、アサヒナ・タカシなど、主要なオーケストラには、ライプツ・ヒゲ・バント・ハウス管弦楽団、ベルリン公共楽団、シュターツ・カペレド・ドレスデン、 ロイヤルフィルハーモニー管弦楽団、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団、ロンドンフィルハーモニー管弦楽団、モーツァルテウム管弦楽団、新日本フィルハーモニー公共楽団、デトロイト公共楽団、ニューヨークフィルハーモニー管弦楽団、ロサンゼルスフィルハーモニー管弦楽団などがある。ザルツブルク音楽祭やエディンバラ国際フェスティバル、BBC プロムスなどの音楽祭にも出演している。 2005年にはドレスデン音楽祭で清井信吾に得た東京との共演によりベートーベンのピアノ競争曲全曲を演奏した。この演が元となり2007年4月に日本では30年振りとなるコンサートを清井ホールで開催した。さらに2008年10月からはベートーベンのピアノソナタ全曲を同ホールにて4年に渡り演奏するプロジェクトが進行中である。 また2007年の第3回仙台国際音楽コンクールではピアノ部門の審査副委員長を務めた。2009年にはカンストプレイス・デアスタット・ドレスデン2009受賞。録音にはフロール式のベルリン教徒の共演によるベートーベンのピアノ競奏曲全集やブラウムスのピアノ独奏曲全集などがある。冷戦時のいわゆる鉄のカーテンの影響もあり、日本を含む 当時の西側諸国での知名度は、さほど高くないが、その実力は一級品である。音楽評論家の大木正澄は、ベートーベンのピアノ競争曲全集の録音について、ベートーベンを心から愛する人々には、これは一つの新しい、そしてかけがえのない宝物となることを信じて、疑わないと述べている。吉澤・ビルヘルム、ピアニストガイド請求者、印刷所。 製本書高特書、2006年2月10日、106ページ、ISBN4 から7872から7208、X 文化通信。コム新日鉄、K、ベータ・レーゼル・ベートーベンの新英会見審査委員、第3回仙台国際音楽コンクール総集編、日本版ライナーノート。ありがとうございます。